皆様こんにちは、カンタです。バルゲロアーティファクト編始めていきたいと思います。今回行くのは岩山のアーティファクト。なんかこう飛行生物も入れるって聞いたんだよな。あ、そう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 、一応ね、一応これ持ってきてっから、あれあれね、寝袋ねみんな寝袋置いてるんだよね。この並びにね、一緒のように置いとこう、これみんなこれ置いてるからね、これね。なるほどね、ちょ、同じような並びで置いとこうや、これさてと、あ、そうそう、一応場所は、あの、一応場所はね、ここです。この辺りです。僕が一番最初に作った拠点の近くですね。さてと、まあ、行ってみましょうか。洞窟って大抵飛行生物アウトなんだけど、ここはなんか入り口ぐらいで一回落とされるけど、実は中は入れるみたいな風に聞いたから、あ、てか普通に入れるんだったかな。まあとりあえず普通に行ってみようや。あー、光るキノコ、これ取れたりしないのか。まあ取れないね。このキノコを取ることはできないみたいだね。そろそろね、新素材とか入ってきてもいいんだろうけど、まあそれはジェネシスまでお待ちくださいって感じかな。今プテラ乗った人が来たな。ここさ、あれなんだよね、結構いいクレートが出るんですよ。結構いいものの入ったクレートが出るんですよ、確か。レックスのサドルのブループリントもここから出るんですよ。実際うちのメンバーさ、ここから名工のティラノサウルスサドルのブループリント設計図取ってきてたからね。プテラさん、プテラさんじゃない、ラプトルさん、ラプトル討伐、さらばラプトル。これ取れるのか。取れねえんだよな。こんなあからさまに取れそうな感じで置いてあるのに取れねえんだよな。まあ洞窟あるあるだよね、そういうの。洞窟あるある。開けた場所に出たよ、溶岩地帯。あー、これはこれはあれだね、徒歩だとなかなか辛いものがある。アーティファクトをとりあえず発見、取っとくか、とりあえず。ああ、落ちる落ちる落ちる、危ねえ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 。しかしここ溶岩でグッツグッツな割にはそこまで気温高くないんだな。何度くらいよこれ、29度。クソでしょ、現代日本の方が暑いんだけどどういうことっすかこれ。はい、イミテーションなのかもしれない、このマグマは。雰囲気作りのための溶岩なんだろうね、これは。そうでなきゃね、そうでなきゃね、こんなグツグツ煮えたぎってる場所が28度のはずないよ、これ。さてと、それじゃあね、この岩山アーティファクトルートとは、反対の方向に進んだ先に、あ、こっちだね、ここだ。こっちだ、こっちの方に進んだ先、こっちこっちこっち、こっちにずーっと進んだところに人一人が通れるサイズの横穴があったんだよね。ここ行くか、とりあえず封じ込める。一緒に行こうぜ。何にも入ってなかったよな、確か。肉ぐらいしか入ってない、肉とか皮とかしか。ああまあまあいいや、もうほっとけ、これは。アーチをくぐり、柱、あー、ラグイーラグイーラグイー、どこここどこここどこここ、入り口じゃん、入り口まで戻されてる何者かの意思を感じたね、今立ち入らせまいとしているよね。さて、右か左か、左を選ぼう。下へ下へと行くね。お、滝です、水が飲めます。こういうところの水を果たして飲んでいいのかどうかわからんが、まあ綺麗そうだよね、洞窟の中の水。よっと、
さあ、プレートぐらいあるんじゃないのかな、誰かが取ってなければ。おお、灼熱のとこに来たね。あ、ここに繋がるのか。さっきアーティファクト取ったところの下の段だね、これ。ここ繋がってんだね。さて、気になる気温の方を確認してみましょう。27度。うん、そうだよね、これだって。あれ、多分トマトとかじゃない、実は。トマトスープがすごい流れてるとかじゃないの、こんな。28度とかね、全然すぎるからな。よし、戻ろう。中華、何にも生物湧いてないな。スーパーイージーな洞窟だな、これ。冬は緑が美味しいっていう。で、ここであれか、合流するのか。で、さっきの滝の下のところがここか。なるほどね。っていうか、終わりだ。この洞窟、だいぶしょぼいな、岩山。でも、ここのクレートからは、レックス、ティラノサウルスのブループリントとかも出たりするので、いいです。あの、コメントの方でもね、ここでレックスの BP 出るよって教えてくれた方いました。ありがとうございました、その説はね。うん、岩山アーティファクト、さらに、もっかい、これ。ああ、ちょ。そうそう、こいつ取れないかなと思ってね、来たらありました。ありましたから取っていきましょう。さあ、何が出るかな。マンタ。外れと言わざるを得ない。ただね、まあこれだけじゃないから、今回3つ湧いてたから、3つ回収しますよ。まあ、ただ今一番期待値高いやつ開けちゃったんだよな。赤色が基本一番期待値高いんでね。弓か、ちょっと微妙だったな。あれ、乗れねえんだけど、ラグイー、乗れないっていうのはラグイってことなんですよね。あ、動いた。そしてもう一個、黄色も結構いいよね。岩山のとこのアーティファクトってこんなあれなんだね、密集してるんだね。まあ、回収しやすくていいよね、これ。ユタラプトルか。なるほどね。まあこんな感じでアーティファクトじゃなくて、クレート取れるんでね、岩山はだいぶ回収しやすいですね。アーティファクトも持って帰ろう。というわけで、ポンポー初公開、持ち族お宝ルーム。まあ言うて武骨な作りで、どこがそんな貴重品集まってる部屋なんじゃいって感じだけど、ここに設計図もろもろが置いてあるんですよね。バルゲロの特徴としては、僕さ、これこういうね、採取系のブループリントって結構出ないイメージだったんだけど、バルゲロはね、その辺が結構出ますね。ピッケルであったり、斧であったり、この辺って全然出ないイメージだったんですけど、結構出ますね。で、あと、ロングネックライフル。ロングネックライフルに関しても、割かし出にくいイメージだったんだけど、出るね。まあまあ出るね、バルゲロ。うん。で、あとは、現在うちは、こんな感じとなっております。うちのお宝。だからこんな感じ、もう全部見せちゃいます。 PVE だからバレたところでっていうところなんだよね。あ、職人で65はまあまあ良いのではないだろうか。いや、こんなもんか。いや、まあまあいい気がする。うん、まあちょっといいぐらいかな。ちょっといいぐらいかな。で、名工だと80は超えてほしいなっていう感じ。プラットフォームサドルに関しても、なかなか出ているかな？ただこうやって見ると、ブロントサウルスの
プラットフォームサドルは出てないんだな。うん、バルゲロだとブロントのプラットフォームサドルは出ないのかな。まだ出てないだけという可能性もあるけれど、ケツァルに関しては結構出てるね。プラットフォームサドルの特徴としては割とね、こう防御値が低いんだよね、プラットフォームサドルって。まあ海洋生物はちょっと除くんだけど、パラケラテリウムだったりケツァルだったりブロントだったり、総じてね普通のサドルに比べると防御値低いんですよ。やっぱね PVP で玉抜き生物として使われるんで、その辺のことも考慮されての防御値なんでしょうね。あとロックエレメンタルも職人見習いより上のやつは出てないんだね。まあそんなこんなでそれなりに数は集まりつつあるものの、まだまだ満足とは言えないぐらいなので、ガンガン洞窟だったり深海のクレートだったりを回ってお宝集めにも励まねばなりませんね。まあてなわけで今回のところはこの辺にいておさらばしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てね。バイバイ。なんかアーマーのテクスチャがすごい粗く見えるな。すごい粗く見えるな、これ。これひどいな、ちょっと作りが。粗雑だな。頭はそうでもないんだけどね。ヘルメットそうでもないけど、体の方のテクスチャがめちゃくちゃチャチい感じになってるな、これ。そのうち治るかな、どうだろう。読み込みがなんかちょっと甘いのかもしれないな。あれ設定いじったかな、いじったかもしれないな、このテクスチャの甘さは。また見ておきます。